タックンにご注目。なぜか口を抑えるタックン、一体何があったんでしょうか。どうしたの、あ、バーンってこれが飛んできたの、怖かったの、これがバーンってなってる時に、ああびっくりついたら、このマイクが口にかかんだ。それではそのシーンもう一度見てみましょう。でも血なんか僕は怖くない。この後外に投げた腕時計が爆発するのだが、せっかくお前が俺にくれたんだ。あまりにも大きな音に木村サンタも超びっくり。物足りなかったのか、木村そのスピードを徐々に上げ始めた。その時、これはかなり痛いぞ。まさに顔面直撃。原因は左右の腕のバランスが崩れたためだった。これは痛いよな。左のおでこにははっきりとコブが。なんでバッキーっていつも痛いんだろう。そう、バッキーの収録はなぜかアクシデントに見舞われる。パラパラお葬式編ではこんなことが。この時は後頭部とおでこを痛打。工事現場編のカメリハでは砂利の中からかっこよく登場し踊り始める予定だったが、勢い余って背中からもろに転倒。これは痛い。バッキー体張りすぎじゃないか。これからねでやめんだよ。これからねで。さあそれお酒で、お酒。あら、なんと木村誤って自分の手にかけちゃった。しかし木村シェフ暑さを我慢し調理を続けた。続いてもお酒絡み。ゲストに熱燗のお酒を継ごうとしたその時、あっちゃあっちゃあっちゃ。ちょっと待ってこれ。そんなシェフいないですよ。違って、だってさ熱いの。